はい、ではよろしくお願いいたします。では今日はですね、アートブラシ、もう極細アートブラシのご紹介です。どうですか、この細さすごいです。はい、この極細アートブラシを使いましてアートしていきたいと思います。でですね、今回はこのアヒルちゃんを描いていこうかなと思っています。はい、でもこちらチップですね、ベースにもうバニラホワイト塗っております。はい、で今こちらパレットにですね、黒が乗ってるんですけど、こちらアートブラックになってます。はい、アートブラックともうこの極細ブラシ最強タッグですね。はい、じゃあこの子描いていこうと思います。
感じ、アヒルちゃん描いてみました。はい、もうちょっと上に描けばよかったかもしれないですね。一回これでちょっと固めますね。はい、アヒルちゃんですね。だからもうなんか見本があればもうこのアートブラックともうこの極細ブラシがあればもう細かいアートも描けます。はい、で今からちょっと色付けしていこうと思います。このジェリーブルーとジェリーイエローですね。でちょっと色付けしていこうかなと思います。あとクリアも使ってね。ジェリーブルーとジェリーイエローですね。でですね、ジェリーブルーをちょっと取りまして、ちょっと適当にちょんちょんちょんと色付けしていきます。まあ何色でもいいと思います。まあアヒルちゃんですよね。アヒルちゃんなので、まあ、ブルーではないんですけど本来は。でクリアでちょっと薄めながらまだらにあえて、なんか水彩っぽく、もちろんはみ出しちゃっていいと思います。でもむしろはみ出しちゃう、あえて。こんな感じでもやもやっと。であとはくちばしと足だけをちょっと黄色にしようかなと思います。でこれで一回固めます。でですね、こちら桜ダストっていうホロが入ってるやつなんですけど、かわいい。これをちょっと周りにチラチラっとのせようかなと思います。あのオレンジウッドスティックとかで、あのちょっと時間を置いてるとそこの方に溜まっちゃってるので、なるべく下の方からちょっとすくってあげて、チラチラっと全面というよりかはなんとなく部分的に。感じに適当にチラチラっと乗せました。はい、ちょっとねさりげなくこんな感じ。なんか他にもこういうのもあるので、まあ、お好きなの乗せてもらったらいいと思います。このパステルフェスティバルカラフ、ちょっと濃いめの色なんでね、これでもいいと思いますし、パステルドリームカラフルに、でパステルカラーですね。さっき乗せたのは桜ダストってやつなので、多分っていうか、まあ桜ダストなのでちょっとピンク系でまとまってる感じですね。であとはもう仕上げますね。
クリアジェルをのせます。ホログラムとか乗ってるので表面はボコボコしているので、しっかりたっぷりめに、たっぷりめにというかしっかりめにちゃんと乗せてあげて、ボコボコを埋めるようにしてください。で、横から見てボコボコしてないか、ちょっと早めに出しちゃいますね。はい、こんな感じです。なんかふわっとした可愛い感じに仕上がりました。はい、この極細アートブラシです。はい、極細アートブラシ、はい、こんな感じです。ありがとうございました。